料理界の全国制覇にほぼ成功した味将軍は、未だ抵抗を続ける料理人への見せしめとして、ミスター味っ子味吉陽一を標的に選んだ。そしてグループの実力者集団七宝鳥を差し向け、強引な味勝負を挑んだ。だが陽一君はロボコック、カモン、大虎、武智村正、関馬と七宝鳥のうち5人までを完膚なきまで打ち破った。一方、ほぼ全国を手中に収めたはずの味将軍グループの勢いも、味王料理界の主任たちや酒井一馬、太郎二郎、小吉小西らの抵抗で、今や窮地に陥っていたのだった。そして追い詰められた味将軍は、とうとうグループの長老である料理顧問の大石郎氏に陽一打倒の指令を発した。やったー、島巡り磯鍋競争、七宝鳥人大石郎氏登場。ねえ陽ちゃん、机の中のものを受け取ってくれた？ん？何のことだよ。何って、そのほら、今日は2月14日だから。あ、数学のノートか。いつもサンキュー。ノートなんかじゃないわ。変だな、今朝ちゃんと入れといたのに。これのことだろ。よーちゃん。そうやっていつも人のことからかって。やべえ。待ちなさい、ヨウちゃん、これ待て。こらーこらー、待ちなさい、ヨウちゃん。ごめんごめん。ヨウイチ、あーもう、あー、おかしいな、どこ行ったのかしら。アジオさん、アジオさん。はい。あ、みつこちゃん。わしに何かご用ですかな。ようちゃん来てませんでした？はて、見かけたかたれね。いえ。変だな。あ、どうも失礼しました。素直にありがとうって言えばよかったんだよな。アジオ様、それがその SOS ですか？なになに、アジオ様助けてください、うちのお父さんの店がアジ将軍グループのために潰されそうです。あ、アジ将軍。アジ将軍。僕と弟で力を合わせてお父さんを手伝っていますが、早く助けに来てくれないと大変です。来るときはぜひ味吉陽一君にも来てもらいたいのです。味将軍め、こんな子供まで苦しめて。味王様、これは何を差し置いても言ってやるべきですよ。もちろんじゃ、明日にでも出発するとしよう。じゃあ早速陽一君を呼んできます。いや、待ちなさい、タレメ。え？陽一君には知らせなくてよい。どうしてですか、味王様。若い陽一君をこれ以上無益な勝負に巻き込みたくはないのだ。彼はもっともっと大きな料理人になる男。余計なことで煩わせずに、すくすくと成長させてやるのが我々大人の役目ではなかろうか。なるほど、わかりました。それじゃあ今回は我々だけということで。ちょっと待った。俺を仲間外れにするのはひどいんじゃないの。陽一君、味将軍のために困ってる料理人がいるなら、俺はどこへだって助けに行くんだ。あれが空豆島か。
あそこにハガキをくれたゆうたくんがいるんだね。うん早く行きたいな。おーい、あ、タルメスさん、船は見つかりましたか？いや、それがどこも折り合いがつかなくて。はあ、困ったの。なんなら俺の船に乗りますかい？本当ですか？いや、助かるな。お願いします。ただ見ての通り小舟なんで、皆さんというわけにはいかんが。僕絶対行くもん。しげる、あ、いや、わしは遠慮しよう。タルメ、先に宿に帰って陽一君たちが戻るのを待つとしよう。はあ。さあ、奥さん、奥さんもこちらへ。え、あ、はあ。入りなさい。先生、午後の実習結果です。ご試食ください。ウミツバメの巣でスープを作ってみました。先生どうぞ。うん、ダメじゃ。ダメじゃ、ダメじゃ。不合格じゃ、落第点じゃ、赤点じゃ。お前たちはまだその程度のスープしかできんのか。そんなことでアジ将軍グループの未来を背負って立てると思ってるのか。先生、大石先生、大丈夫ですか？大丈夫じゃ、たけし。はい。月子。はい。これはアジ将軍様への返事だ。鳩を使って送るのだ。はい。ユータ、タケシ、ツキコ、わしは今回のアジ将軍様のご命令は辞退しようと思う。わしとてこの体が思い通りに動くなら、こんな情けない返事をアジ将軍様にしたくはない。だがな、七坊町の一人としてアジ将軍様をはじめ多くの料理人に料理の技と理論を指南してきたわしだからこそ、不満足な状態でアジヨシ陽一との勝負には望めぬのだ。分かってくれ。ならば我らが勝負します。ユータ、今何と言った？アジヨシ陽一がいかに天才といえども、俺たちが力を合わせれば負けるはずありません。たわけ、己の力量をわきまえろ、ユウタ。いいえ、先生の代わりに我らをアジっ子と戦わせてください。先生、私からもお願いいたします。先生、愚か者、修行が足りんというのがわからんのか。先生、大丈夫ですか？おいおい、下がれ。教室へ戻って自習を続けなさい。ユータ、みんなお前と同じ気持ちだ。だけど俺たちにはまだアジっ子と戦う実力はないんだ。仕方ないわよ、ユータ。誰が決めたんだ？誰がって、大石先生が。なぜ俺たちの方が劣ってると決めるんだ？勝負もしないで。ユータ、お前大石先生の言うことが聞けないのか？やってみるんだよ、たけし。先生がダメだと言っているんだ。自分の実力を試したくはないのか。でも俺は試したい。このままアジ将軍様へ手紙を送れば、もう二度とこんなチャンスは来ないぞ。何をするの、ユータ。ユータ、お前、これでいいんだ。これで俺たちはアジっ子と戦える。それが先生のためにもなるんだ、たけし、つき子。もうすぐミスターアジっ子、アジヨシ陽一がここに着く。なんですって？Thank you.
君、ここの島の人かい？うん。ねえ、ゆうたくんっていう人の店知ってる？あ、ついてこいって言ってるのかな？とりあえず行ってみようよ。ここだよ。随分寂しいんだな。こんなところにお客さんなんて来るのかしら。立派な厨房だな。ゆうたくんのお父さんって随分仕事熱心なんだな。お腹空いた。え？何か作って。お腹が空いた。そういえば俺たちも昼ご飯まだだっけ。何か材料あるかい？うん。ああ、新鮮そうな牡蠣だな。これなら生でも美味しそうだ。でも勝手に使っていいのかな。よし、それじゃあ一丁作ってみるか。この鍋の縁に塗ってあるのは味噌かしら。そう、味噌で囲んだ牡蠣の土手鍋さ。いただきます。あっつい。あれ、さっきの男の子は？知らない。あふやい。変だな、腹ペコだって言うから急いで作ったのに。ねえゆうちゃん、牡蠣まだ残ってるの？うん、私生牡蠣も食べたい。僕も。新鮮な牡蠣だからきっと美味しいわよ。それはダメさ。どうして？ブラボー！寒い季節に美味しいものといえば牡蠣である。牡蠣フライも美味しいし、お鍋の具としてもベリーグッド。ところでこの牡蠣、お魚屋さんやスーパーに行くと生食用生牡蠣と調理用生牡蠣の2種類に分かれているのに気がついた人はいるかな？そもそも天然の牡蠣は餌の関係でそのまま食べると中毒を起こしやすい物質が含まれているのである。そこでお店に出回る前にきれいな海水に移し数日間育てる。すると体の毒素が全て吐き出されてきれいな体になるわけなのである。これが皆さんご存知の生食用。もちろん調理用の牡蠣も生で食べなければ大丈夫。え？調理用の牡蠣を生で食べると必ず中毒するかって？そんな心配はないと思うけど、でも素直に信じて楽しい食事にするのが通なのである。通！へえ、だから土手鍋にしたの。うん、何も書いてなかったから念のために調理したのさ。さすがよ、一兄ちゃん。いや、それほどでも。あー見事だ。さすがミスター味っ子。エンドはるばるようこそこの空豆島に。誰だ君は？俺がユータだ。あ、じゃあ君か。君がこのハガキを送ってくれたの？あ、な、何をするんだ。まだわからないか、アジッコ。この手紙はお前をおびき出すための餌だということが。なんだと？上を見てみろ。足将軍マーク。お前は一体？そう、我らこそ七宝町六番手。たけし。キッコ。僕メダカ。あたしヒヤコ。ミツル。カオル。僕オンブ。サンゾ。ヨシカズ。テスヒロ。ジロー。そして俺がユータ。全員揃って瀬戸内少年料理団。
内少年料理団。なぜだ、なぜこんな卑怯な手を。こうでもしなければ臆病な君がここまで来てくれそうにもなかったんでね。なんだって。どうやらその様子なら我らとの勝負を受けてくれそうだな、アジッコ。何よあんたたち、失礼ね。帰りましょう、ようちゃん。どうした、アジッコ。お前は自分に有利な勝負しか受けないというのは本当のようだな。なんだと。もう一遍言ってみろ。よし、話は決まった。勝負は3日後、双方5人ずつメンバーを出して腕を競う。そして料理は鍋。鍋だ。ただし、ただの鍋勝負じゃ面白くない。この島を含めた5つの島を船で巡って材料を集める。鍋と水と調味料以外は全て海の幸だけだ。名付けて島巡り磯鍋競争。それでは3日後に会おう。いいだ、ブー。何が瀬戸内少年料理団よ、もう失礼しちゃうわね。そうだそうだ。でもなんだか挑発に乗せられちゃったんじゃないの、ようちゃん。だけど相手は七坊長、いつかは戦わなきゃならないんだ。でも大丈夫、今度もまた俺の工夫でやっつけてやるさ。相変わらずだな、陽一。え？けどあんまりおふくろさんを心配さすもんじゃないぜ。おじさん、おじさんは一体。なんだ、忘れちまったのかい。ああ、あなたは三船凛八さん。久しぶりだな、アジッコ。ユータたちは七坊長じゃない。そうだ、七坊長最年長の実力者大石浪氏の教え子たち、つまり将来の味将軍グループを背負って立つエリートってわけさ。将来の。あの島こそ味将軍グループの少年料理人養成所、またの名を食の穴。食の穴。わしが貧八に密かに探ってもらっておったんじゃよ。味将軍グループは日本全国から才能ある少年少女を食の穴に集めて一流の料理人に鍛え上げているのさ。だがその道は邪悪な道、食べる人をねじ伏せる料理こそ全てと教え込んでいるんだ。まさに我らが受け入れることのできぬ料理の道、味将軍の悪しき精神よの。ねえねえ、そうするとさっきの瀬戸内少年料理団って七坊長のピンチヒッターってこと？いや、多分あのガキどもの独断だろう。おそらく病気の大石浪氏の目を盗んでのこと。冗談じゃないよ。そんな勝負やっても意味ないじゃないか。俺はこの勝負断る。なあ陽一、やっぱり断るのか。うん。しかしあの連中はお前が断っても勝負を仕掛けてくるぜ、きっと。でも意味のない勝負なんて俺は嫌なんだよ。だからな、いっそのこと勝負を受けてあいつらの狭い考えを叩き直してやってくれねえか。え？もちろんあいつらが歩もうとしている道は間違った道だ。だが連中はまだ子供だ。今ならやり直せる。あいつらには今よりもっと素晴らしい未来があるはずなんだ。さあどうする、陽一。ファイト、待て。ファイト、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 ファイト。いいかみんな、我らは2日後、あの憎き味良し陽一と勝負する。そして必ず勝つ。さあ早朝練習を続けるぞ。しゃもじの素振り旋回。鉄鍋引き1000メートル。
ップお皿のキャッチボール1時間よっしゃいてどうしたみんな、これくらいの特訓で音を上げるな。そんなことでは味吉陽一には勝てないぞ。さあ立て、立つんだみんな。分かったか陽一、あいつら間違った道しか知らねえんだ。違うよ、料理は楽しいものだ。あんなことまでして作る料理なんて料理じゃない。どうだ、あいつらを真っ当な道に戻してくれねえか。分かったよ、ビンパチさん。俺はこの勝負受ける。そして俺の料理であいつらを目覚めさせてやる。まともな料理の道に戻してやる。